ましたわ。来ました来ました、こんにちは、ロングトレイルハイカーの高倉でございます。いつも動画をご覧いただきましてありがとうございます。はい、届きました。ちょっと住所が書いてあるんで大切なところはおりまして見せますが、こちらですね、ロフということでついに届きました、私の今勝手にやってるアウトドアガレージブランドロフのオリネームタグがようやく届きました。こちらブンダーラベルというところで発注をしました。結構ね、担当者の方と細かくやり取りさせていただいて非常に親切にご案内いただきましてありがとうございました。ちょっと仕上がりを見てみたいと思います。どんなものを作ってるか、こんな帽子とかシャツとか、2g のとにかく薄い財布とかいろいろ作っております。じゃあちょっとこれ開けていきましょうか。いやー楽しみっすね。なんかデザインをしたこととかもあんまりなくて、もう本当に全部手探りで進めてるんですけど、こうなんかすでに自分ができることを繰り返すというよりも、やっぱり人生に必要なのはその自己成長感というか、それすごい大切だなと思っていろんなことに挑戦していっております。じゃーん、じゃーん、ラベル。いやーちょっと中に何が他に入ってるかな、見てみましょうか。これは、チラシが入ってますね。これは、領収書です。じゃあ、早速見ていきましょうか。いや、ちょっと楽しみ。もうね、結構楽しみに待ってたんですよ。皆さんにね、お届けできる時が来ると思うんですけれども、基本的にですね、ロフの製品は本当に、オーダーメイドに近くなるというか、MYOG メイクユアオンギアの延長上にあるようなブランドになります。基本的には自分が使いたい、次のロングトレイルで使いたい道具を自分で作るっていうのを、メインで考えているものづくりになりますので、皆さんのね、ミョグのあのいいところっていうのは、好きな色とか好きなデザインとか、ここにポケットつけたいとか、いろんなことができるので、そういうオーダーメイドブランドみたいな感じで考えております。おー、できました。こちらでございます。じゃじゃーん、はい。ちょっと水色薄かったかな、いいか、いいと思います。なんかちょっとそれっぽいな、やっぱりそれっぽいとか言うとすごく素人っぽいんですけど、裏面はこんな感じですね。両面を折って、ここで縫うという感じにやっております。いやーと、ようやく届きました。いや、これね、ちょっとこれからいろんな製品に作ってつけていきたいと思います。今やっているのはですね、UL サコッシュ X パックの、VX07 っていう生地を使っているんですけれども、それでやっております。これもう一回説明しておきますとですね、上下の白のラインは北極と南極を表しています。で、水色のラインは海ですね。僕が今注目しているこのロフ、ROF というのはリングオブファイヤー、環太平洋火山帯を意味しています。で、気づいたんですよ、こんなツイートをしたんですけれども、いい山があるところにいい雲ができる、いい雲ができるといい雨が降る、いい雨が降るといい川が流れて、その周りには森ができる、豊かな生態系とやっぱり水を蓄えてくれて海も良くなって、で、その周りに住んでる人間っていうのはすごく笑顔、ハッピーな人が多いな、自然、いい自然が、豊かな自然がね、やっぱり人の笑顔を作ると思ってまして、いわば未来少年コナンでいうハイハーバーみたいな土地ですよね。環太平洋火山帯っていうのは地球上にある火山の帯の中でも最大の帯になってます。で、ニュージーランド、日本ですとかカナダ、アメリカ、チリに至るまで、やはりこの火山帯に非常に大きな魅力があると僕は考えたんですよ。それで、ニュージーランドは5ヶ月以上かけて3000キロ歩いたり、オーストラリアの方もちょっと寄り道しましたが、いろいろと歩きまして、結構深めることができてるんです。で、日本もですね、一旦知床から西表まで
いろんなところを学生時代からこう散策してまして、東北の方ちょっと深められてないんですけれども、いずれ必ず行こうと思っております。視聴者様にも東北の方いらっしゃるということで、お世話になることがあるかもしれないですまあとにかく国にですね限定していないんです。帯で考えております。環太平洋火山帯帯ですね。なのでまあ、この次はアラスカからチリまでできればつなげていきたいんですけど、セクションになる可能性も高いですが、そこの縦走をしていくっていう、夢ですね。夢とライフワークを叶えるためにこのロフの製品タグをつけて自分で道具作って、まあ、遊びを純粋化させて、山を旅していきたいなと考えております。このタグね、なんかいいと嬉しいですね。まあ、これも一応 YouTube 収益から、YouTube 収益がいくらあるかっていうのを言うとなんか良くないみたいなんで、まあ、今度2000人行った時に、それに近いような話は、2000人ね登録者様が行った時にはそれに近いような話をさせていただこうかなと思ってるんですけれども、まあ、こんなもので、一応赤字にならずにもう YouTube 初のアウトドアガレージブランドということで今やってますのでね、こんな感じで今始められております。じゃあこれにつけていこうかな。これはねちょっと今紙を貼って試作していただけなので、ここには紙を貼ってたんですよ。でここに布状のものをこうやってつけて、細かいデザインはロフ、since 2020ってことで、まあ、今年ね発足したものになりますのでやっていこうと思います。嬉しい。まあ関西弁で嬉しいって言葉あるんですよ。なんか喜んでる、まあちょっと皮肉な意味が多いみたいなんですけど、僕は嬉しできない人生には意味がないと思ってるぐらい、嬉しいストになりますのでぜひよろしくお願いします。皆さんにお届けできる日が来ることを、一日も早くお届けできる日が来るといいんですが、ちょっと頑張っていきたいと思います。こちらの YouTube チャンネル高倉屋はですね、アウトドアのチャンネルになっております。自然の魅力ですとか、アウトドアを手段とした旅の面白さ、つまりロングトレイルですね。ロングトレイル、ぜひ皆さんにも一本歩いていただきたくて、そんなことをテーマにいろいろと動画を作って発信しております。ぜひ皆さんも、こちらの YouTube チャンネル登録していただきまして、ロフの製品開発温かくお見守りいただくとともに、一緒に最強で最高な旅人目指していきませんか。超楽しいですから、アウトドアを手段にした旅、もうね興奮冷めやらないですよね。これ見たら100枚入り、じゃじゃん、こういう感じで届くということをちょっと今回学ぶことができました。楽しみです。ということで今日は業務報告でした。バイ。